入ってきます。お願いします。四段の方、早繰り銀、早繰り銀ってことなんですけど、ちょっと今回はね、最近ツイッター見てたらあるツイートが流れてきて、それを見て、あ、そういうのあったなーって思い出したんで、ちょっとそれをやっていきたい。調べたら、あれは2017年って書いてたかな。まあ、ちょっと前というか、まあ、7年やから、結構前っちゃ前なんですけど、将棋連盟がね、とある話題を読んだんですよね。何かっていうと、将棋連盟のホームページで、美濃囲いの崩し方特集みたいなコラムを出して、そこに美濃囲いの画像、美濃囲いの写真が載ってたんですけど、その美濃囲いが通常の銀上がる美濃囲いじゃなくて、なんか金上がってて、さらにここに金を寄るっていう謎の囲いだったんですよね。これが美濃囲い特集みたいな書かれてる時に、この囲いの写真が載ってて、これは一体どういうことなんだと。どういうことなんですか、将棋連盟さんという、ちょっとね、問題というか話題になったんですね。で、その後、まあおそらく何かの間違いだったんだと思うんですけど、すぐ写真が訂正されて、あの普通の美濃囲いになってましたけど、どう間違えたらこうなの、どう間違えたらこうなんのってことなんですけど、まあ予想としては、まあカメラマンの方が将棋そんな詳しくなくて、ちょっと間違えてしまった説はあるかも。で、まあ連盟の方もちょっと写真チェックを怠ってしまって、そうなってしまったっていう可能性あるけど、にしても気づきそうなもんやけどな。まあでも人間のミスってね、予想外、想定外のところで起こるから、まあ何かあったんでしょう。で、この連盟美濃が、あ、じゃあこの美濃囲いみたいなのが連盟美濃って呼ばれて話題を読んで、なんか調べてたら、この囲いをガチで研究してる方もいらっしゃるんですね。この連盟美濃の可能性を追求してる方もいらっしゃるので、ちょっと今回は私もこの連盟美濃の可能性を追求していきたい。ワンチャンあるんじゃないかと。まあ、自由度が高いですよね、この囲い。次、金寄って、金上がって、こう、穴熊みたいに組む指し方あるし、うん。自由度が非常に高い。まあ、金寄って金上がるぐらいなら、最初からこの金上がらずに、金、金、金上がるってした方が、手数、まあ、ややこしいんですけど、一手得してるんで、金上がる意味全くないっていうところはあるんですけど、そういうとこは突っ込まないでください。はい。一応連結してるしね。うん。一応連結してる。こいつ浮いてるけど。こいつ浮いてんのマジで致命的説ある。うん。でも飛車の打ち込みには一段金が強いって言われてて、これあえて一段金置いとくことで、ね、何かがあるかもしれない。これな、歩突きたいけど、どっかで絶対角覗いてくんのよな。だから、普通、一回歩突くんですけど、それ角覗かれた時に、この歩の受け方ないんですよね。まあ、銀引けば受かるけど、銀引くと、ちょっと、撤退して面白くないってところあるし、金上がって上がるのは、マジで形悪いんで、マジで何してんのって感じになってしまう。引くのもなぁ。どっかで歩突き同歩歩。同角なら飛車走りみたいな攻め与えちゃうんよなぁ。いや、困ってる。いや、困ってない。困ってるわけないやん。あの将棋連盟が作ったんですよ、この囲い。舐めないでほしい。将棋の総本山。将棋連盟が作ったのに、んな悪い囲いなわけないんですね。一回歩突くか。ここ突くと後々桂の両取り食らいそうで傷にしかなってないような気もするけど。将棋を取り仕切る日本将棋連盟ですよ。いや、だから何かの暗示なんですよね、きっと。皆さんまだこの囲いの優秀性に気づいてないんですかと。いや、この美濃囲い崩しのコラムでこの写真、載せてる将棋連盟を、
え、なに、美濃囲いも、なんかちゃんと、理解でせずになんか写真載せてんのやばくないみたいな、なんかそういう批判をするのは、ちょっと甘いんですよね、まだ。うん、きっと。将棋連盟からのメッセージ。実はこの囲いが最強だよっていうね。まだ気づいてないんですかと。地球の皆さんまだ気づいてないんですかと。そろそろ私からメッセージ出しときますっていうことで、出されたメッセージだと思います。思わせてください。嘘でも。で、アナグマは強者上がった瞬間が、まあ一番脆いと言われてるので、ちょっと行ってみます。脆いというか、うわぁ、それはどうなんだ？飛車回ると取って同銀。結構嫌じゃない？これ飛車回って。次取り込み。取ったら同銀で、なんか、次歩打って、銀引かせて、銀スライディング。角の利きで銀スライディングしていくみたいな手あるから。これ美濃囲いだったらできなかったんですけど。ここに金いるから、美濃囲いが。邪魔で。ねえ。お分かりいただけただろうか。連盟美濃の優秀性が。この時に金、飛車回れるし、金との連結もいいんですよね。やっぱ将棋連盟は、やっぱり。将棋連盟は世界を救う。まあ、一回歩打つ？歩打ちは、まあ、飛車寄ってここ守るかな。同飛車は桂跳ねの両取りがあるんで、銀引いたら銀出て、そこで桂跳ねの攻め合いとかは、もう銀なりでバカ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 いけば、結構嫌だと思うよ、それは。いや、熱い、これは。ガチで熱い。銀無視。いや、普通か。歩なったら、そこで角取るのは、金取れるもんね。歩なったら一回歩打ってくる。で、飛車逃げたら、飛車なんかここら辺逃げたら、角取った手が飛車取りになるんで、攻め合える。風なって、風って、でもここ逃げるとそこで角取ったら、ここ逃げてることで、その桂なりが飛車取りじゃないんで、金もう一枚取る余裕がありそう。まあ、こんなんそもそももう角逃げてんのなんて聞かされやから取るしかないでしょ。いや、これはでかい。普通の、美濃囲い対試験、居飛車アナグマでこう、まあ、似たような、こう、5筋から動く将棋あるんですけど、その変化よりかは絶対得してる。こんな銀ボロッと取れることないもん、普通。これ同金という可能性もあるんよな。まあ、同桂なりなら同飛車で。でも同金はそこでじっと、と金取られて、まあ、角金両取り残ってますよって言われた時によくわからん。飛車ここで逃げてきて、と金取ってきたら、角取りしか残ってないんで、まあ、例えば角かわすとかでも、まあ難しそう。な気がする。いやー、逃げるんじゃしょっぱいかな。いや、でも先方の良さは見せれたでしょ、これ。いやー、気づけたわ。気づけました。いや、これは取っていいでしょう。これ悪いは聞いたことないと思うんやけどな。まあ、それが銀取りになるのがね、確かに。でもまあ一回歩打っといて、割り打ちの銀も残ってるし、歩突きが角取りで気持ちいいようやけど、まあ銀打って角取りと歩なり見せていけるから。え、強くね。あかん。いや逆に処されるかもしれん。こんな良さに気づいてしまったら。ちょっとお前は気づきすぎだと。気づきすぎて勘のいいガキは嫌いだよって言われちゃう。ニーナはどこ行ったんですかと。ニーナはどこ行ったんですかっていうことなんですよね。わからない方は、鋼の錬金術書を今すぐ読んでください。なぜ読まないんですか？
銀にはこれ多分もう同角ですね。同銀に飛車走ろうとしてる。銀打とうか迷ってる。角出られ、なんか銀に飛車逃げてくれたら手順に金剥がせるからそれは多分めちゃめちゃでかい。銀にはもう行きがかり上銀取るしかないと思うんですけど、飛車取って攻め合ってどうか。それどうなんやろな。それどうなんやろ。それについてはガチでわからない。銀出て同角同銀飛車走られた時に銀取りなんですけど、なんかいい感じの置き方ないのかな。ちょっと腹立たしいよな。銀取られても角の王手飛車があるよねっていう話はあるんですけど、それ角打たれて取って同角で受かるし、はぁ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 、銀打って取って銀なりかならずかもわからんしな。まあ、仮になってなって、まあ、ならずで銀ならず見せかけ銀ならずでなり桂入って角の利きかし飛車詰ましにくんのかな。ふうなって取ってと金より、まあなんか行って勝ってそうやけどな。さっき相手玉行ってるし、相手の駒はこう流れてるのに対してこっちの駒はこうと金からこう行ってこう相手玉めがけて攻めてるんで、普通は行っては勝ってるから行ってみるか。行ってみよう。駒の流れを信じろ。駒の流れ方を信じろ。これ地味に硬くね？これ地味に硬いの受けんねんけど。てかこれ金寄ってんのがめっちゃでかい。なんか金寄ってないと取ってから銀ぶち込まれて金取られた時に、まあ今飛車いるけど飛車いなくなってたらこう銅銀って取るしかないんですけど、金寄ってるからこう銅金で取れるからね。それでかいよ。その一手はマジででかい。で現状駒の損得は金得？え、金得やんこれ。なんか気づいたら金得してる。まあ飛車がなちょっと遊んでる。あー、連名美の咎められた。金が浮いてるからそこに目をつけたいって。うまい。次タダで金が取れる。しかし同金同歩なり同飛車が角取りになりますけどね。そこは大丈夫なんでしょうか。そこは大丈夫なんですか。同金同歩なり同飛車、歩叩いて同飛車、角出るが飛車取りみたいな感じで来んのかな。わけわかる。わけわかりません。いやーでも次金ボロリは痛いな。同飛車でまあ歩叩いてくるでしょう。で同飛車に多分角出てくるんですよね。そこで今桂馬取ろうと思ってたんですけど、で同角なりなら同桂。もうそれは取って角出てこう取るともう角なり同銀から暴れ狂ってくんのかな。でもその展開は絶対どっかで角打ちが王手しつつ受けに効いて攻防手なるんで多分大丈夫だと思う。であとここの桂馬を取るとここの桂馬打ちっていう寄せが狙えるんで多分大丈夫だと思うよな。うん、大丈夫だと信じさせてほしい。いや連名美の素晴らしい囲い。いやこれは同桂で角打ちなんか絶好やしいけんちゃう。だから相手から角打ってくるか。いや確かにそれは嫌やな。それはね素直に嫌、素直に嫌です。とりあえず銀絡んで圧かけとく。飛車打ったらまあ金埋めて頑張っとく。いや頑張ってみるか。金寄ったら桂馬でなんかさらにひたすらかじりついていきましょう。でも穴熊って結局遠いな。結局遠いわ。あの玉ずるずるしてる。角成り同銀飛車打ち、金打ったら金張り付いてとかで攻め合い負けしてる可能性あると思います。取った時が相手玉 Z なんよな。
それがやばい。それは何を狙っていらっしゃるの？飛車切って同玉に銀打って同金ならバーンで終わりっていうことを狙ってるのか。でも金埋めたいですね、これは。金埋めて。金埋めてどうな？金埋めて勝ちちゃう。金埋めて勝ちちゃいますか？どうですか？いやー、これはちょっと日本将棋連盟のね、ちょっとミス。正直私も連盟やらかしたかと、当時思ってたんですけど、いや、違った説がある。分からせに来てる、連盟が。そこで逃げんのいてやな、でも。風なり。同銀なら得やけど、取ってくれるんかな。風なりと金って遅いもんな。まあでもちょっとそれしか分からんわ。同銀ならなんかどっかで歩で止めたり、まあ何かの時底歩とかできるから、得だと思う。あと角引っ掛けといて、まあ銀取りと、角がいなくなった時に、こう角成りから一気に詰ますって筋見せとけば、こっちの攻めが加速してると思うんで、同銀とはもう、取れない気がする。怖いのは角成りとか、ラッシュをかけてくる手。しかしこれ角を切ると同銀でどっかで角打った手が受けに効かしつつ角切りから詰みっていう手が絶対出てくるんで、なんか勝ってる気はする。対抗形ってマジでここに角打つて急所なるような。お互いここが急所。うわー、取ってきた。同とに桂馬、同とに桂馬で攻め合って勝ちって言ってる。いやもう同としかない。桂馬、これむずいな。なんか、これ次、桂成り同銀、同角成りから一気の寄せ目指してるんですけど、ここで銀かけとけば、桂なった時に銀成りで、同玉はと金入りから詰むから同角なんですけど、同角でこっちに効かなくなるから、そこで一回受けに回っとけば勝ちみたいな、そういうややこしいこと言えば勝ちなんじゃないだろうか。これで一回剥がす。一旦剥がしからの戻しといて、一回銀打ちでかけられるのは気持ち悪いけど、金打っといて銀なり同金としとけば、相手銀が不足して銀をかける手がなくなると。金張り付く手は次王手のかけ方がこっちの玉にないから、銀なりとかと金入って攻めれば普通は一手勝ち。一手勝ってる気がしてきた。金打って受けるようでは辛いんじゃない？金打って受けるようでは辛いんじゃないの？銀絡んどいて。天才の四角形。六芒星。六芒星の呪縛ってこと。取って、この瞬間がこっちの玉が寄らないので、まあ、絶対これはもう打つも。もうこんなん打たない人いない。こんなどぎもち大手はない。で、受けさせて、銀なっとけば、次角成りからもしくは成銀寄ってバラバラにしていけば詰みよ。連盟見ろ、強い。ちょ、これもう一回やらせて、もう一回やらせてほしい。はい、ちょっと連盟見のやってみよう。連盟見の、いや、これ連盟見の相振り編かな。連盟見の相振り編になるかもしれん。あー、居飛車か。まあ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 、ちょっと相振りに使うのはさすがに微妙すぎるという説あるから。その相振りって上から攻められるんですけど、連盟美のは金1枚しか上守ってないんで、ちょっと相振りではさすがに採用しきれない。というところある。金、玉寄って。金上がって。相手思考枠。はい、また止まります。相手の方、ここで絶対。止まらない。止まらない歌を歌おう。え？角交換させてくれんの？まあ、一回端歩ついて様子見て。ああ、もうあんま穴熊する気ないんかな。角成りは同桂で、まあ、その後左身の加工って感じかな。さっきとはちょっと違う展開ですね。こっちもこの連盟身のってこの後どうやって陣形を発展させていくのかっていうね。まあ、角成るか。同桂と桂馬跳ねさせて穴熊を封じて銀上がって刺しておくと。いうことで。え、ここで止まる？まさかの同玉をワンチャン、
検討されてたんかな。で、で、どうすんの？で、どうする？角打つっていうのなんかあったよな。こう聞かして。それ言ってみるか。ちょっと動き方がこれ以外わからんかった。歩突きに対して同角用意することで、銀が動きやすくなって、銀が動ければ、銀から歩突き同歩同銀みたいな感じで動けるから、まあさせるよね、みたいな。それは、美濃囲いにおける定石なんですけど、連盟美濃の場合は知りません。誰も知らない。これはハマり筋じゃないの？同郷に角なって。将棋放浪記でもよく紹介されてるやつ。二枚貝やからこちらよし。いいんじゃない？これ。連盟美濃じゃなかったら。いや、そんなこと思ってないですけどね。同歩は同飛車で裁かれんの嫌かな。銀出て、歩なったら、歩叩いて、同飛車なら香車で飛車詰みとかが筋に見えるけど、と金作られるとな、何が嫌って、角打ちが飛車金串刺しなんですよね。マジで終わってる。いや、それマジで終わってる。美濃囲いなら角打ちなんていう筋ないのに。いや、マジで終わってる。マジで終わってんねんけど。どういうこと？ねえ。いやいやいや、何か良さがあるのかもしれない。何か良さがあると信じて、ちょっと、この金を生かす組み立て。同歩同飛車、歩打って受けるのは、角打ちの飛車と歩の両取りで、普通はきついよな。普通は、きつい、と言われている形。でも、じゃあどうすんのって感じよな。じゃあどうすんの？同歩同飛車、歩打って、角打ちに銀引いといて、飛車取られるけど同金で我慢しとく？いやー、それでいくか。それでいくわ。振っといて。飛車寄ったらまあ香車で一応受かる。こんなとこに香車打つんじゃ、せっかく取った香車も浮かばれないって感じですけど。まあまあ、致し方なし。飛車なりと香車を取る手を受けるのが、これしかないんで。まあ、それは銀引くんですか？いや、でも今の手順はどうなんですかね。むしろ、飛車が使いにくくなったという見方もできるし、ワンチャン飛車引いたから、飛車から飛車でこう飛車なりみたいなね。桂馬取れれば桂馬打って桂跳ねみたいなね。飛車浮く、でも飛車浮いて飛車回っても、ここに飛車得られると、歩で止められるから、まあ普通に桂馬取りに行くか。いや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 、でもこれ素晴らしい、素晴らしい連結。うん。これ素晴らしい連結なんで、結構ね、いいんじゃないでしょうか。可能性感じちゃってる。この美濃囲いに。マジで。なぜ人類は今までこの美濃囲いに気づかなかったんでしょうか。いや、やっぱ常識にとらわれるって良くないわ。常識を疑った時アイディアって生まれるんですよね。うん。常識疑った時にこの連盟美濃の良さが出てくるんで、桂馬取れば銀桂香と角の交換ですからね。三枚替え。それは別にそんなすぐ厳しい手はないですよね。うん、取るか。いやー、これ美濃囲いよりこの小瓶攻めに強いんじゃない？美濃囲いだと角打ちから桂打ちみたいな気になるけど、別に、よって、なんかその、美濃囲いだと、桂打たれて、逃げた時に、金打ちから詰みとかあるんですけど、これなら同銀で取れますからね。優秀。これは飛車が変なとこ逃げるとも角なり、こう寄ったりするとも角なり、同金、同桂なりみたいな筋でと思ったけど、飛車寄って角なりなら、同金、同桂なりに角が大手飛車ですね。しかも、飛車取った手が金取りまで当たる。素晴らしい。これ良くなったんじゃない？さすがに。
いや、素晴らしい。素晴らしい。いや、やばい。やばいわ。気づいてしまってる。皆さんの気づいた方から使ってます。ぜひ、お試しあれ。負けても知りません。ありがとうございました。